水木茂ロードに設置されている一つ目小僧のブロンズ像。妖怪カルタ、下出し小僧の豆腐な目の絵札記拍子における一つ目小僧。北尾正美妖怪着盗長沢木隆史の百回図鑑より、目一つ、棒一つ目小僧は、日本の妖怪で、額の真ん中に目が一つだけある、坊主頭の子供の姿をしている。一般にこれといって、 危害を加えるようなことはなく、突然現れて驚かすという、妖怪の中でも、比較的無害な部類に含まれる。そうした意味では、性格的にも、行動的にもからかさ小僧に通じていると言える。特に悪さを働かないゆえか、絵として描かれる時も、多くの場合は可愛らしい、もしくはユーモラスなデザインになる。妖怪カルタには一つ目小僧が豆腐を持っている絵の、描かれているものがあるが、 これは、妖怪研究家、田中巳によれば、豆粒が、ま、滅に通じることから、一つ目小僧が豆を嫌うと、伝承されていたはずが、いつしか一つ目小僧の鉱物が豆腐だという伝承に、すり替わってしまったものとされる。また、これが、豆腐小僧の伝承につながったとも言う。小僧の姿であるのは、第十八代天台座両原の化身とされる、比叡山の妖怪。 一眼一足奉仕に由来するとの説がある。江戸時代の階段、随筆近代の民族資料には一つ目小僧の名が多く見られるが、特に平ら、盗作による階段牢の杖にある以下の話がよく知られる。江戸の四谷に住んでいた小島渡る木上門という男が所要で麻布の武家の屋敷へ赴き、部屋で待たされていたところ、10歳ほどの小僧が現れて、 床の間の掛け軸を巻き上げたり下ろしたりを繰り返し始めた。渡る木上門がいたずらを注意したところ、小僧が黙ってい,いよと振り返り、その顔には目が一つしかなかった。渡る木上門は悲鳴を上げて倒れ、声に驚いた屋敷の者により自宅へ運ばれた。その後に屋敷の者が言うには、その屋敷ではそのような会議が年に4、5回はあるが、 特に悪さはしないとのことだった。渡る木植門も20日ほど寝込んでいたものの、その後は元気を取り戻したという。一つ目小僧は屋内より屋外に現れることが多いという。会津海岸州によれば、会津若松の本市の底付近である少女が8、9歳ほどの子供に出会い、お姉さん、お金欲しいと聞かれて欲しいと答えると、子供の顔には、 目が一つしかなく、一つ目に睨まれた少女はそのまま、気絶してしまったという。また、岡山の階段によれば、岡山県久米郡久米南町上もみいまい谷に、一口坂という坂道があるが、かつて夜に、そこを歩くと、青白い光と共に一つ目構造が現れ、腰を抜かしたものを長い舌で一口舐めたといい、これが、一口坂の名の由来とされる。百館、 化け物絵巻などの江戸時代の妖怪画には目一つ棒の名で描かれている。また、欧州では一つナグと呼ばれていたとされる。落語にも一つ目の人々の語りは登場し、一元国の演目では江戸から120、130里ほど北の原っぱに一つ目の人を目撃したと聞いた矢志が捕まえて見せ物に出せば儲けになると出発し、一つ目の子を見つけ、 連れて帰ろうとするも、騒がれ、大勢の人々に取り囲まれ、逆に捕まってしまう。すべて一つ目の人々であり、こいつ不思議だね。目が二つある。早速、見せ物に出せと言ったオチで終わる。関東地方では、旧暦2月8日と12月8日のこと8日の夜に見、カリバーと共に、山里から出てくるという言い伝えがあり、目カ号の木先に掲げて追い払う行事をする。 また地方によってはカゴにヒイラギを刺すが、これは一つ目を突き刺す意味とされる。このことよカはかつては、物意味として、仕事をせず、家にこもっている地方が多かったが、この祭事の家こもりが、いつしか、化け物が現れるから、家にこもると解釈されるようになり、その化け物が一つ目小僧闇カリバーだという説もある。また、関東地方の伝承では、一つ目小僧はことよカに、 毎年、帳面を持って、家々を回り、閉じまりが悪い、行儀が悪いなどの家の落ち度を調べ、家族の運勢を決める、または、薬病神へ報告して、災難をもたらすとも言う。この際、一つ目小僧は12月8日に、家の落ち度を帳面に記入して同祖神に一旦預け、2月8日に、それを受け取りに来るとされることから、この帳面を焼き払う行事として、 神奈川県横浜市製薬では、道祖神の仮の祠を作って1月14日のどんど焼きで燃やし、静岡県の伊豆地方では、正月15日の道祖震災で、道祖神像を火の中に入れて焼くなどの風習がある。こうすることで、一つ目小僧が2月8日に道祖神の元へ帳面を受け取りに行くと、預けてあったはずの帳面がなくなっているので、災難から逃れられるのだという。 民族学のタイと柳田国をは、妖怪とは、神が霊落したものという考えをベースに、一つ目、小僧は、山の神の霊落した姿であると説いた。山の神はメっかちであるという伝承を持つ地域があり、スガメは俗に、目が一つという言い方をされることから、これも山の神霊を起源とするものであるという。また、古の震災の生贄として供された固め方足を、 存じられた者の,の存在も示唆しており、漁師や木こりによって山中に祀られた、自然神にまつわる伝承には一つ目一本足の異形の神の姿形が垣間見える。他に、たたら製鉄に従事する者に、牢を見続けることによって、片目を失った者が多くいたことから、製鉄従事者が信仰する丹岸神、天の真一つの人との関連を指摘する説もある。先天的な奇形に、 単眼症と呼ばれるものがある。母体のビタミン A 欠損などにより、大脳が左右に分離することができず、これに伴い眼球も一つとなる。脳や神経系、呼吸器などの異常により体内もしくは生まれて間もなく、死亡する症状である。ビタミン A は、緑黄色野菜のほか動物性の食物に多く含まれ、もともと食肉文化の少なかった日本では、 ビタミン A の不足は珍しいことではなかったのかもしれない。こうした背景に加えて一つ目小僧が子供の姿であることや消防図の衣装であることなどから単眼で生まれた赤子をこう呼んだものが始まりとも考えられる。神奈川県座間市では1932年に市内の墓地から眼下が一つしかない頭蓋骨が掘り出されたことがあり、生き倒れの末に 夜剣の襲撃などで命を落としたものと推定され、供養のために一つ目小僧地蔵が建造され、一つ目小僧の伝承と結びつけられて後に伝えられている。この図が遺骨の主も同様に単眼症のものとする見方もある。ありがとうございます。